関東は朝は空気ひんやりしていましたが、現在の状況いかがでしょうか。はい、では皆さんからの体感の報告確認しましょう。はい、関東エリア11時50分までにまとめた情報ですが、はい、こちら見ますとね、特に関東南部で、肌寒いという報告が目立っていますね。はい、この後ですね、関東南部もだんだんとゆっくりですが晴れのエリアが広がってくる予想です。はい、ただこの晴れのエリアが広がってくるのも状況によってはこれ今午後5時ですかね、はい、遅れるかもしれませんね。だからこの日差し次第で今後どこまで気温が上がってくるかというのが一つポイントになってきそうです。はい、東京のこれまでの気温とこの後の気温の予想になります。はい、朝はですね、皆さんの通勤通学の時間帯は10度をちょっと上回るぐらいしかなかったんですよね。風もありましたし雨も降ってたので相当寒く感じたと思います。はい、ただ天気も今回復してきましたので、まあ、気温は上昇傾向になってきました。はい、ただそれでもこちらが平年の気温なんですよね。はい、平年の気温、平年に比べるとかなり差がありますよね。はい、うん、ですから、日差しが、ね、なければかなりひんやりしたままの状態で、日差しが出れば、ね、まあ、ちょっとマシになってくるかなといった状況です。はい、ちなみに夜もかなりこれ低めです。これも、ね、だいたい夜としても4月上旬並みの、気温ということになります。はい、さらに風があるんですよ。はい、まあ、北寄りの風、まあ、北西の風も、ね、一部予想されていますが、まあ、これらの、ね、はい、風が、ね、あるとより体感を、ね、下げるということもありますね。はい、まあ、午後一時的に日差しのぬくもり感じたり、ね、過ごしやすい時間帯というのはあるかもしれませんがね、まあ、夜にかけてまたひんやり感、ね、うん、かなり増してきますので、そのあたり注意してください。はい、では最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認ください。